皆さんこんにちは。今日はセリアとダイソーでの購入品を紹介します。主にサンリオの商品が多いんですが、手帳に使える可愛いシールも買ってきたので、そちらを紹介していきます。まずはセリアでの購入品からですね。一つ目はこちらです。あるもの全種類買ってきたんですが、サンリオキャラクターズインテリアミニフィギュアというものです。すごくコローンとしているフィギュアで、マイメロちゃんと、あとプリンくん、シナモンくん、ポチャッコで、クロミちゃんが2種類あります。パープルとブラックです。並べてみました。このまるっとしたコロッとした感じが癒されますね。ずっと見てられる。ぜひね、チェックしてみてください。続いてこちらです。ID ケースのクロミちゃんとマイメロちゃんを購入しました。後ろがこんな感じで透明になっているので、ここに ID カードとか入れられるものになっているんですが、私はですね、推しの写真とかトレカを入れてもいいなと思って買ってみました。で、ここにリボンつけたら可愛いんじゃないかなと思ったので、今度実際に星を入れて作ってみようかなと思います。作りもしっかりしてますし、いろんな使い方ができそうな ID ケースです。続いてはこちらです。もうですね、来年のカレンダーが出ていました。サンリオはいろんな種類が毎年出ているんですが、私はもちろんこのマイメロちゃんを購入しました。こんな感じで机に飾れるので、私は机に置いて使うように買ってきました。とこちらデザインをめくってみます。2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。全部デザインが違うので、毎月楽しめていいですね。続いてダイソーでの購入品を紹介します。まず1点目はテープカッターです。テープも入れられますし、マステにも使えるということだったので、こちら買ってみました。私はマステを入れて使おうかなと思うんですが、こんな感じでカッターをしまえるので、コンパクトに可愛く持ち歩くことができます。デザインも可愛いです。続いてこちらです。フィルムチャック袋を購入しました。写真に、旅行小物に、おやつに使えるチャック袋です。淡めのピンクで、色味がツボだったので購入しました。サンリオキャラクターズのデザインなので、いろんなキャラクターがいて、サンリオ好きにはたまらないですね。で、こちらと、あともう一つ、こちらのスライド式クリアパックを購入しました。マーメロちゃんとクロミちゃんのデザインがたまらないですね。で、結構大きめのパックになっています。私は収納に使おうかなと思って買いました。こ
ちらの可愛いところは、ここのスライドする部分のマーメロちゃんです。ここにもね、マーメロちゃんがついているのでおすすめです。続いてはこちらです。折り紙ケースのマイメロちゃんを購入しました。約150枚収納可能のケースです。裏までね、マイメロちゃんのデザインになっています。今使っている折り紙ケースは透明なものなんですが、ちょうど溢れてきてしまったので、こちらに入れようかなと思って2つ買いました。中もチューリップのデザインですね。こんな可愛い収納ケースがあるんだと思って、今回こちら買いました。続いてですね、とっても可愛い新作のシールが出ていたので紹介します。ざっとお見せするとこちらです。このちょっと韓国風の可愛いシールが出ていました。で、全部で6色あって2種類ずつデザインが出ています。なので12種類全部買っちゃいました。まずピンクです。ふんわりとした柔らかい感じのデザインで、手帳コラージュに使いたくなるシールです。こちらがパープルです。パープルはちょっと夢かわなコラージュに使っても可愛いですね。ブルーは爽やかなデザインになっています。イエローです。イエローはフレッシュな、ちょっと元気になるようなカラーですね。ブラウンはこちらです。ブラウンは落ち着いた色味で、私はカフェっぽいコラージュに使いたいなと思います。でブラックです。私はクロミちゃんとちょっと組み合わせてコラージュをしたいと思います。こんな感じでですね、6色のシールがたくさん出ていました。コラージュが苦手な方でも、こちらのシール一つで本当に可愛いコラージュができるので、ぜひ買ってみてください。購入品はこちらで以上です。これは本当に100円に見えないとっても可愛い商品ばかりなので、ぜひお買い物の参考になったら嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。